俺でも、はい。お兄ちゃん欲しかったのよ、子供の頃に。へえ。そうじゃなかった。妹欲しいとか思わなかった。いやいや、ええねんぞ。ええねんぞ、別に。ええねん。ええねんってなって。そう思ったらええな。ええ、何でそんな言い方。ええ、そんな人すかえ、そんなえ、そんな人殺すかえ、そんなすかそういうさ、なかったいやいや、違うから。え何あ、お兄ちゃんと思ったらいいがな。すぎちゃんは。あ、おっさんだもん。 そ、ね、んなんおっさんが言え <laughs> あんたのお兄ちゃんやったらおっさんやろうが。いやいやいや。そ,ういうないそんなお兄ちゃん、ね、だって10個以上離れてますもんね。ん離れてないわ。なんでそんな微妙な嘘つくのお前。<laughs> <laughs> なあ。 クラッシュバンディクー。クラッシュバンディクー。ほんま最近地雷をもうあれやな、地雷をこう、地雷のみ、ドーンしてくるな、ほんま。クラッシュバンディクー。うん、クラッシュバンディクー。歌はいいけども、それ。コメディが始まった。なかった、そういう。 いない兄弟に憧れるっていうのなかった妹とかねそう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 俺ね周りが小学校の頃ね周りがみんなお兄ちゃんいたの友達はいはいで兄ちゃんの話になるのよだからで俺だけ入れないのよだからその話にだから俺架空の兄ちゃん作ってたもんえっえなんで 銀ちゃんみたいな作ってたんじゃ。なんかね。なんでそんなの。なんですぐ作りますね。すぐ作るってなんかなんか想像力。いやだからみみんなの話合わせ合わせるというかなんか俺だけいないみたいなのが嫌だったから。ああ俺もいるよって話。そう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 。いいでしょ。いや兄ちゃんがさみたいな話したな俺。だって絶対バレじゃないですかすぐ。いやどうだったのかな。いやバレてるわ。 バレてるかなバレてないんかなで、たまにうちで遊ぶじゃん。はい。で、いないじゃん、兄ちゃん。もういない、それいろいろな。いや、今、出かけてんのかなみたいなこと言ってたマジでやばいな。おまかし方をしてた。いや、俺マジで言ってたよ、それでも。やべえ。やばい